え皆さん、おはようございます。衆議院議員の原口一郎です。9月17日日曜日ですね。えっと、今日最後の配信はですね、ルセラインについてです。で、私たちのところにもですね、あの、どこどこに留学したいとか、なんとか学びたいっていう若い人たちのリクエストが結構来るんですよね。で、あの、どこにつてがあるかと。もちろん今、あの9月28日に、 日米韓で北東アジア比較兵器地帯国際条約議員連盟、韓国の議員さんとですね、それからアメリカの議員さんと日本の私たちで、ワシントン DC であの会議を行います。これは比較の,の傘を作る会なんですね。で、韓国にも友人がたくさんいますから、あのー、つなぎをしたのを、この間つないだんですね。で、あのー、今、若いこの20代、10代の 方々で韓国の,その音楽をや映画をです,ねすごくあの憧れて行きたいと、自分たちもそこでトレーニングを受けたいと、じゃあどこに行けばいいんだと、あるいはえ学校ごとですね提携したいというそういう方々が結構増えていて、私もあのこの間、スカさんと一番最初にまあ韓国とはちょっと昔距離があったんですけども、 最初に行った日がまさに日本文化の解禁の日で、そこであの、ソウルの列車で流れていた曲がアスカさんの、チャゲアスカですね、その時は。チャゲアスカさんの曲だったんですね。でも、まあ、もうご縁だなと思います。で、中に、あの、あなたは子供さんが全部音楽するというか、一人は本当の音楽家ですけども、あの、どんな音楽、 というか、ま、彼らはクラシックなんですけど、ル・セラヒムっていう、その5人のガールズユニットがあるから、聞いてごらんって言ってたんですね。で、昨日たまたま夜中にテレビつけたら、そのル・セラヒムさんたちのですねあの、あれがやってて、すごく面白いなって思ったんですね。韓国の5人組のガールズグループなんだけど、 あのメンバーは韓国の子が2人、それから韓国系のアメリカ人の人が1人、日本人が2人ということで、あのこのルサラヒムってどんな意味なのかなっていうことも、昨日テレビでやってたんであの、私は恐れませんっていう意味の言葉をですね、I'm あの、あ、ちょっとこれ、字がまず、フェアレスと。つまり、自分には恐れがないと。で、ユニットの動画を見てみたら、すごい完成度が高くてですね、あの、ボーカルっていうのが、みんなボーカルなんだろうけど、あんなに声が上がる。で、ダンスもバレエをやってるんじゃない,ないかなっていうぐらい、 あのバレエの子が一人いるのかなあのすごかったですね。で、あの僕は政治の側からそのいろんなことを見てるだけじゃなくて、そのうん、なんていうか、良い,いもの、美しいもの、良きもの愛に、愛のあふれるもの、それから大きな志、神前美を大きな志っていうんですけど、 それをやっぱり共有できるようにっていうのをサポートしてるんですね。あの著作権のところも法律を作りましたけど、まあ、こういうユニットが出てくるしかもその一つの韓国の子たちでできたユニットっていうのは今までも結構いろんなこれもまた優れてますよね。韓国の映画中国の映画ロシアの映画アメリカの映画あのもう昔はハリウッドばっかりだったけど。 ちょっと違う、全然違う、あるいはボリューとインドですね、インドの映画、まあ、彼らも作者とずっとあのお話をして、前あの、ロード・オブ・ダ・リングのお話をいたしましたけど、ニュージーランドでロード・オブ・ダ・リングを作ってる人たちとこう交流があったんですね。で、ニュージーランドってどこから行っても遠いんですよ。 で、どっから行っても遠いんで、なんで、みんな各国から来てるわけですよ。はるばる。で、なんでここで、あの、来てるんですかと。あ、カズハさんっていうんですね。バレエ界からスカウトされてる。だからすごいんですね。あんな足の上がり方しないですもんね。あの、ありがとうございます。で、このユニット、なんか、キラキラですもんね。で、そのニュージーランドの話に戻すと、 なんで皆さんここに来たんですかって言ったら、ここは差別がないからと。もちろん昔はニュージーランドもあったんですよ。あったけども、差別が極端に少ない。だから、極端に少ないから、自分たちのそのクリエイティビティというか、制、え、作、ー、意欲をあの非常に引き立てるんだと。で、私の登園にですね、あの世界的なこうコンダクターがいるんです。彼は 世界のうちのその差別のないところに7つ家を持ってんですね。まあ一回売ってみたいですね7つ。この間あのカラヤンコンサートのところのその日本の一番最初の,あのプライザー賞、えー、をもらった人なんですけどその彼らと会ってるとやっぱり共通点があってどんな共通点かというと自分の心をこう 遊すごくこう明るくて明るくてって暗い話もありますよ暗い話もあるんだけどあのー、すごいなって思いますだからしかもこの年頃の女の子で国籍が3つも違うとでその子たちがすっごく仲良くすごいいいハーモニーなんですよね僕みたいな素人が。 あの聞いてても。でまあ子供がが何て言うか、まあ、彼らもそのアメリカで勉強してる時にはあの1人で家賃払えませんから、えー、ルームメートを捕まえてきてですねである時は台湾の子ある時はち韓国の子ある時はフランスの子ってでそれぞれ多国籍で住んでるんですよね。でやっぱりこう違うものが こうフュージョンするっていうか違うものをこう調和させながらやっていくって結構大変だと思うんですよね、言葉も違うし、でもあんななんか完成度高いのをどうやってできるんだろうかなーって、なんか心がウキウキしてくるんですよね。で、あのビートルズの曲に会った時に僕らも、えー、物理学で言うと F 分の1揺らぎっていうんですよね。あの 昨日もなんか僕の声でうっとりするのはうっとりってそれは多分褒めすぎだと思うけど猫だけじゃありませんと。別に猫語話してるわけじゃないんですけども、うちのワンちゃんもあのこのライブがあると来ますって。俺ってなんかこの頃犬とか猫さんに好かれてんなって。確かに嫁さん亡くしてもう10年なんですけど、あの犬,犬さんとか猫さんの方が、ここもこの後あの、 カラスとかなんとかも友達になれますもんね。なんか動物に近づいてきてんかなって、ちょっと若干不安にもなるんですけども。あの、そういうコミュニケーションの、あれって動物のにもオーラみたいなのが見えるんでしょうね。で、あの、ビートルズの彼らの歩みを見てみても、すっごくなんというかの素敵なんですよね。で、僕らも世界的な、<laughs> あの、 人たちと結構ご縁があって一番最初にアメリカに行った時その貧乏旅行でサンフランシスコの,その小さなライブハウスにあ,のある有名なドラマーがジャズのねあの方がたたいておられてその方は日本びいきで僕ら見たら夜中まであのたたいてくださったんですよね。もう本当に すごいなと思います。あの、スティビー・ワンダーさんとの話は前もしたと思います。スティビー・ワンダーさん、あの、クリントン前の大統領が、に合わすってうんで、友達がですね、ところが、そのサンフランシスコって、霧の町でなかなか飛行機が降りてこない。こっちはアメ,アメリカまでかなりの,あの、無理して行ってたんですけど、悪いな、代わりに、あの、じゃあ、僕の友達の、 スティービー・ワンダーさんに話すっていうから、話したんですよね。あの、be as you are っていう言葉をいただいたんだけど、本当にこう、心を開くって大事ですね。今日はまあ日曜日、雨の日曜日に差がなりましたけども、どうぞ皆さん、良い一日を、この、ズスラヒムっていう、I am fearless、私は恐れない。恐れて生きていても、恐れて 生きててなくても同じですよ、ね、僕あのアンパンマンのあの歌が好きなんですけどね。あの、恐れないでねっていう。もう結構そのやっぱり政治家は恐れが強かったり、だからもう政党も今なんかメルトダウンしてて、昨日うちの池田さんと話してたんですけど、人としてどうなのよっていう人たちとやっぱり一緒にやれませんよねっていうから、まあ、そらそうだよねって、どんなにいいこと言ってても、 その暗かったりであの、陰で人いじめたりとか、それは良くないねっていう話をしましたけど、本当に明るくあったければですね、支持は上向いていくんですよね。今、もうまさに <laughs> そういう政界再編の時期にあるのかなっていうのを、昨日池田さんと話してたんですけど、その元はですね、まあ、違うものを乗り越えて、ウィンウィンの関係になることができるのか、それともまあ、古い。 あんたはこうだから、あんたはこうだからってやってんのか、もう私の場合は、まさに3つの平和の理念の下で、7つの活動をやってるわけですけども、あのその中でやっぱり、この人と一緒にやろうっていう人たちがやっぱりいっぱい出てきましたね。最後にあの、これ僕が,僕が作詞した曲でですね、あの 作曲を和田弥一郎さんが作ってくれた曲で、日曜日なんで、ちょっと聞いてみてください。花は花でっていう曲です。<music> 島田綾さんが歌ってくれてます。 これあの、妻が生きてた時の最後のパーティーであの歌っていただいたんですね。和田悦郎さん有名な作曲家ですよね。マフィナスターズお父さんの方です。 これがあの作詞は僕ですね「花は花で」っていう詩、まあ、をいっぱい書いてるんで、まあ、その中にあの和田弥一郎さんが曲を作ってくれて島田綾さんが歌ってくれた「まあ、花は花であの」先週ここを出た時には綺麗な花があのテーブルにありましたけど帰ってきたらみんな枯れてましたね、まあ、だけどあの花が咲いてたことはあの 消せないわけでですね妻がよく今日が一,一番いい日だって雨の日曜日大好きだって僕は雨の日曜日大嫌いだったんですけどあの「花は花で」っていうこの曲にまあ一つのあの思いを込めてくださってありがとうございましたじゃあどうぞ良い一日をちょっとね天候が不順なんでどうぞ皆さんお気をつけになってください えー、ようやっと髪の毛も戻ってきました。色がどうしてこんなに抜けてるのかよくは、まあ、しょうがないですね。抗がん剤のやっぱりあれはすごいですから。じゃあ、よろしくお願いします。ごんようありがとうございました。菅さん、長くありがとうございました。雷が鳴ってる。ありがとうございました。 日曜日は詩とかをね、紹介できたらいいなと思います。赤色。ハーブスか。